僕らのポスタイみなさんこんにちはみなさんこんにちは <laughs> <laughs> なんか気合い入ってますねなんか入ったね今ね、はい、気合いついでにドゥ気ますとばないように<笑><笑> スクリーンの前にちゃんと整体してもしました。ありがとうございます。はい、えー、本日3月の18日に収録を行っています。はい、で、今回あの外交部会などなどのテーマでお伺いしていきたいんですが、まず一つ目、あのアグレマンを出したカンチャンイル大使がいたと思うんですが、そのニカさんとかと腹を割って話すとかこうあったりとかしていて、ただその親任情報提式その天皇陛下のところに行くっていうことをまだしてない。 っていう状況なんですよねどどうなってるんですかありえへんよねこれ普通そうですよねすぐ大使が来たら皇居に行って天皇陛下にお渡しするっていうことですもんねもちろんだし、はい、それは別に日本に限った話じゃなくて、はい、ある国からそのある国に大使を出しますっていう打診をしてまずアグレマン、はい、同意がその国から出たらそのその国に赴任しますよね、はい 国にして悪じゃなくてそこで、えー、この元の国の元首から預かった信任状というのをこの人はちゃんと、えー、我が国の特命全権大使ですと、ね、全てを肩に担う大使ですという信任状を、ね、信じてる人ですよというのをこう持っていってその国の元首に渡さないといけないんですよ。 日本は日本国憲法にも原種の定めはないけれども国際社会ではもちろん天皇陛下が、えー、原種と見なされているので、はい、当然天皇陛下にお会いいただいて陛下に信、えー、任状を法廷、ねえー、お渡しするという儀式がないといけないんだけど、はい、これはですね、あのー、やってるかやってないかっていうのは全然国民知らされてないんですけどうん、うん、それを僕は外交部会でまず聞いたわけです。はい 実はですねこの時の外交部会はこうやってまあ,あの中国の全人代とかミャンマーとかねミャンマー非常に重大ですけど全人代も重大だしいろいろあるんですけどあの一つはあの僕が聞いた深刻な話として一番目の「国際的な人の往来」って書いてあるのはこれ要は本当は外交部会であるこの話っていうのはあの武漢熱で、はい、えー 変異株を含めて感染している可能性がある外国人を入国させていいんでしょうかっていう、ずっと続いている問題ですよね、はいの、この件で僕は重大なことを今回質問し,したんですけど、はいえー、その前にですね、えー、例によってこのお二人の首脳陣に、部会長と外交調査会長に、佐藤さんと江藤さんにこの、ここの項目外のことをまず最初にお聞きしますと、よろしいですかとお聞きして、はい、OK が出たので、お聞きしたのは、カンチャンイル うーん大使について「森林情報提示は行わ,れたい行われていない」と僕は思っているけどそれで正しいんですかそれからうん今後どうするんですかということを聞いたわけです、うんはい、でそれに対してその外務省の答えがですねでさっき三浦首相が言ったよねその要するに住民との幹事長とお会いになったりね、はい それ,はそれはどうぞ <laughs> しかし、はい、僕は住民にしの現職議員ですけど私は政府の一員じゃないですよ、はい、あくまで立法府の人間で大使がやってきて立法府としか会えないって、ね、これは天皇陛下に信任状を、えー、お渡しできないっていうだけじゃなくてなんと茂木外務大臣も菅、うん、総理も全く会ってないんですよあそうなんです、ね、だからね一言で言うと大使として全く機能できないんですよ、えー そうですよね。で、はい、この菅さん菅大使自身がねなんか想像以上だって言ってるそうですよ想像僕はお会いしたことないんで即、はい、分するだけですけど、はい、いや想像,想像以上に厳しいなってことを冷遇されてるってことですか、うん、それでね、はい、やっぱ韓国は今弱ってんだなと、はい、普通だったら、はい、圧天をつく話じゃないですか。そうですよね <laughs> 別に韓国に限らずですよはい、はい、いや日本でも日本人がそう日本が逆にやられたらね <laughs> 大問題にする、ね、あなたアグレマン出したんでしょって、えー、アグレマンが出たから言ってるのに強硬着陸したわけじゃなくて、はい、中国の会計局みたいに領海に勝手に入っていったんじゃなくて <laughs>、はい、同意なさったから正式に入っていって現地に会えないってどういうことですか、うん、と、うん、確かにそういうそれが全然一言もなくて韓大使本人がなんか予想以上に厳しいんだよねということを <laughs> 言ってるだけっていうのは、はい、まあボコボコにやられてる状態だということがよくわかるわけで、はい、元の原因を韓国がお作りになってるのはまず間違いないことで公平に言ってですね,そ,ですね、はい、そもそも認めるべきじゃないですからね。うん、それで、はいはい、そ,そうなんでですそそれでその上でねあのー、2回目の質問は本来しちゃいけないんだけどもこれも許しを得てねちょっとこれは主権者のために聞かざるを得ないんでこれどうするんですかと。 法定式をやらないままだとその大使はどうなっちゃうんですかと、ね、いうことを聞いたところそれは外務省の答えはですね、まあ、ある程度想像つくだろうけどなんだけども一応日本語として聞こえる範囲内でおっしゃったのはですね法定式というものは当然なされるべきでありましてありましてでその後やや空白があって「漢大使についても」っていうから。 将来やるっていうのかと思ったら決まっておりませんと <laughs> なんか文脈がおかしい <laughs> だからええそうなんです当然やるべきことをあえてやってませんって意味なんですよれそれはあえての日本政府のやり方ということなんですね日本政府の政府内で合意のできた<ー>あこととして、ね、法廷式のお予定をおそらく陛下にお伺いもしてないと 国内長官を通じて普通はお伺いするはずがそれもしてないとそれでね後でこの部会でさすがにそれ以上聞けないからね本来一回だけの質問なんだから後で外務省の和田さんを失ったけれどもでも協力してくれる人はいるんでお話を聞いたところですねあの要するに陛下に打診をしないことも含めてこれはもう信念を持ってやってますと。 うん、聞いたらですね、はい、もう韓韓国国次第ででしょうとう韓国の出方を待っているわけなんですね、うん、だからこれ大使の問題じゃない僕らとそこは考え違うけど大使のことにとどまりませんとつまり、うんはい、例えば日韓合意を覆しねその前の,の日韓合意は2012年ですけど西暦のその前の1965年の日韓請求権協定も含めて要するに国家間で 合意している条約や協定や、うん、ね、あるいはパクネ大統領、今牢屋ですけど。あの、安倍さんとの間にできて、日韓合意も全部覆している、わけでしょ、はいで,ね、で、そのことについて、韓国は、その、司法の独立が、およそ確保されてるって言えない国で。どんどん、その、不当判決も出て。えー、なんと、その、日本企業の財産を勝手に奪おうと、うん、現金化っていう妙な言葉だけど、要は、奪って、お金に変えちゃうっていう意味だから。はい そんなことをやってて陛下とお会い,いただくわけはいきませんと、うん、その過去のこの韓大使の反日発言も実は問題だけれども、うん、もっと根本的なことはあるでしょう、うん、ということをねあのー、伝えようとしているわけですよ。だからあのー、もう一回言いますか。これ韓国が間違いなく分かってるんで、はい、あのー、まあかなり追い詰められた立場だと思いますよ。うん、それから韓国はとにかく大統領の不正事件が多いので。はい 1> 1期5年しかないわけだよで必ずそのこう真ん中を過ぎると、はい、犯罪者だって話になってきて <laughs> じゃあ文在寅さんももう危ないですで、ね、にあのやられてて検察と大げんかになって検察を解体しようとして改革って言ってるけど要するに解体しようとしたら、えー、それどうして先が見えないのかそうったら検事総長は当然そんなこと止まってないのでやめて。はい しかもこれ大人気になってるからそ,うです、ね、それまでのその反日で売ってたある知事さんを押しのけてね、うん、その人はまだ辞めたわけじゃないけど、はい、この元現事総長が今支持率が3割5分を超えて、はい、断然トップになってるわけですよ。はい、でその人が大統領もしなったらですよムン・ジェインさんどうなるんですかう今2人。<laughs> バックレ大統領とイ・ミョンビク大統領が両方ともロアヤにいらっしゃる、はい、その長期刑です刑が確定して長期刑にいらっしゃるわけですよ <laughs> 悲しい運命なりたくないです、ね、自殺に追い込まれた人もいるし、はい、ごく最近の大統領でねご存知の通り、はい、それから死刑判決を受けてまあ許したるわーっていう恩赦になった人もいたりねそうなってるからもうどっちかというと、はい、もう慣態史どこじゃないっていうのも見えるんだよね。うん それであの、はい、うまあだから、うんまあ、戦略的とまで言うと褒めすぎだけど日本外交を、はい、やっぱり韓国が自らから改善しようと思ったらやることあるでしょっていう方向なんだよね。うんうん、なるほど、はい、でそれはあの念のため申しときますが天皇陛下の政治利用ということには全くならないと思います、はい、それは、はい、全然話が違いますよね。 そういう状況で私たちの天皇陛下にお会いをいただくわけにいかないということを言ってるわけじゃないですよでもそれはそこはかとなく伝わるっていうのは僕は正しいと国会議員として思います、うん、住民主党の議員じゃなくて国会議員として思います、はいはい、さあそれで、はい、あのここに、まあ、いつも見せてるより僕の質問として一つは森林情方程式のことですがもう一つは、はい その検査証明が偽造されてるんじゃないかっていう問題で、はい、地上係員の証言こう自分であえて書いてますけど、うんはい、要はですねあの今までも何度もお話ししました通り今ビジネストラックレジデンストラックも停止されてますけれど、はい、特段の事情がある人、うん、何度か話題にした通りお葬式があるとかねっ1日500人っておかしいでしょうと、はい、し三浦所が言った通り、はい、依然としておかしいんですけど。うん ただそういう人を例外的に入れるときに必ずその国を出国する72時間前に飛行機に乗る72時間前に PCR 検査をちゃんと受けてそれで陰性が確認された証明書を持って飛行機に乗る、はい、で日本に着いたら今度は入国時にまた PCR の検査を受けてもらってその上で2週間の隔離などの措置も取ると。 いうことになってるわけですよね、はい、ところがですねあの僕のブログにこれあの海外でも見られるからあ私が書いたと思う人を切っていらっしゃると思うんですがそのあなた様のことだけではなくて実は他のルートでも確認をして、えー、要するに民間の航空会社の人たちの中に明らかにおかしいっていうねつまり偽造された 証明書を見たたといいう人たちがいるんですよそれであの例えばですね、はいえー、これはブログに来たコメントとは別のケースなんですけどこれおかしいって指摘したらねさっといなくなったと、はいね、で15分経ったら違う証明書を持ってきたとい <laughs> いっぱい持っぱ持てるんですか <laughs> どうも作る業者がいるらしいとへえ<ー>。うん それで、えー、こう一部にはこうあのネットに値段とか書いてあるみたいなんですがそれは僕は今言いませんこれは本当かどうか分かんないから。はいはい、であくまでそのじ実際に飛行機に乗る時に接する日本側の人々にとってこれは疑わざるをえないってことがあってだから値段なのかは分からないですよ。うん、でも要するるにあの誰かか業者がいるから差し替えてきたあと、うん、いうことをですね えー、この部会で聞いて、はい、そしてお政府側にお聞きしたいのはまず厚労省それから厚労省だけじゃなくて法務省、ね、本来は法務省です入国管理っていうのは出入国管理っていうのはそれからやっぱり全体として外務省要はそういう3省を中心に政府としてこういう疑いのある事例を把握されてますかと、ね、で把握してるか把握してないかをまずはっきり正直に言ってもらってその上でこれどうしますかってことを。 答えててくださいって言っ言たらですねこれはの人命は言いませんけど法務省でも外務省でもなく厚労省の人はですね、はい「まあこんなあの味方だからあのこの部分は公平に僕の味方では」って言ってますけどまあヘラヘラ笑いながらね、はい「そんな偽造なんてあるんですか?」と。あるんだったら今この場でその航空会社とその青山さんに告発した人の名前言ってくださいって言うわけですよ<ー>。ね で正直言ううと前からここの人はこういう言動なんですよ、うん、国会議員がそのいわばあ国民いわばじゃなくて全くみんなの負担を受けて負担,を負担じゃなくて負託を受けてお話しててることをどうも軽く扱う傾向があってですね、うん、で僕は一瞬どうしようかなと思ったんですけど2回目の発言は本来できないから、はいでえー、テーマも多いから、ね、これ実は決心してですね規則発言で「はい、何言ってんだ!」って言ったんですよ。うんね まずそのこれねずっと僕は昔から民間の時代からこの奇妙な中傷を受けてるのは情報源を言わないって中傷されるわけこれ本当に笑ってしまう話なんですよ情報源言わないえそれが正しくなくてこの井上さんが言いました三浦市長が言いました阿久津カメラマンが言いました誰が言いました安倍さんが言いましたこれが言いましたそれがそれで情報を取れるんですか もう次から教私で、ね、僕ももしできないね青山こう言ってました青山さんこう言ってましただから情報のやり取りっていうのは情報源明らかにしないっていうのは例えば新聞記事でででももテレビ報道でもそうですこれはまあ裁判で判例もありますよね、うん、そういうことを全く知らずにあのネットの,その外国勢力からお金もらってるような人たちだけじゃなくて評論家とかコメンテーターとかお金それで取ってる人たちが青山は情報源を言わないっていう。うん まあ愚かとしか言いようがないですこれはですね考え方にいろいろあるってもど問題じゃなくてこれは世界共通のルールなんです絶対のルールですこれそれを厚労省の大幹部が今この場で名前と航空会社を言えって言ったから、うん、あのそんなこともわからんのかっていうね、うん、す,すごい勢いで言ったんですよ、はい、で心の中はしんと冷えてるけどねそしたらある議員がね若手の議員が ちょっとこれやめてくださいよかわいそうじゃないですかっていうわけ、うん、で僕はかなり勝ってる若手議員が、はい、で僕はその議員にもちろんまっすぐ見てね何がかわいそうなんだってえ言ったら当然部会長や外交調査会長はまあまあまあ <laughs> それはなりますよそれは僕は仮に <laughs> あのやがて部会長になったとしてもさ <laughs> それはもっとやられたら言わないよそらえい。それであの、えー、でも僕はその場でやっぱり他の議員もみんな 真剣に聞いてるわけだからごまかしちゃいけないんで「何がかわいそうなんですか?」って「んだよ」みたいな言い方してないよ「何がかわいそうなんですか?」とねそれで実はその議員にはその日のうちに電話をして実はもともと国会議員の証言を軽んじる傾向があるしかもあの若手の官僚はともかく大幹部ですからねそしてえああやってその把握してるかしてないかを言わずに。 その告発者の名前家とか航空会社の名前家とか本来航空会社の名前は関係ないですけど情報提供者の告発者の内部告発者の内部告発でもないけどでも業務カウンターでしながらの人もいらっしゃるからそういう家っていうね基本的な認識が欠けてることを言った時に則発言であえてて厳しく追及せざるる得なないいのは僕は僕間違っとと思わないとねでもあなたのおっしゃった意味はどういう意味でしょうかって聞いたらね いやあの私は青山さんの言い方がおかしいっていう意味じゃなくてその厚労者の役人は、まあ、それなりに青山さんの言ことを真剣に聞こうとしてるんじゃないかと思ったんですよとほかに言いたいこともあるだろうと思ったんですよと、ね、だから国家議員は立場強だからかわいそうって言ったんですと、うん、言われたんであのもちろんその意見は全部尊重しながら。 僕はあなたのことを非常に積極的に戦う記者,記者じゃあ戦う議員としていや本当戦う議員として評価してるからこそ言いますが国会議員の立場は官僚に対して全然強くないですよって、うん、はいだからそういうふうにこう思わされるようになってるとなんか国会議員の方が上に立ってるように思わされる仕組みになってるわけ、うん、ねあのー、国会にいたらそれ分かるでしょ<え>まあお,お立ててりゃいいと、うん、先生と言ってればいいって雰囲気はもう濃厚にあるわけ、うんうん でそれは、まあ、その人やあるいは経験によってやっぱわからないよ、うん、まるで国会が常にこう官僚を下に見てこう使ってるようなそれは本当踊らされてるんですよ。うんね、でそういう意味でかわいそうって言ったっていう話だったから電話でよく話してお,お互いもう一回国民の唯一の代理人として頑張ろうって話になって非常にあ,の、まあ、ある意味さらに打ち解けたわけですよ。うんはいね でえー、その議員の名前はもちろんあのここにまたゲストで来られるのは別ですけども将来あるかもしれないけどね申しませんが本当によくやってる議員なんですよね。うん、でですね、はい、じゃあ厚労省の方をどうしたかというとですねそれがですねこの部会の4日後に開かれた部会があったわけです。 はい。この外交部会の数がものすごい多いわけ。うん、積極的ですね。で、僕は積極的って言ってるけど、一部の、はい、あの偉い人からは、青山、はい、さん、あれ何とかしてって僕に言われてるわけ。なんでですかね。多すぎるよと。いいじゃないですか。だいたい僕に言わないでくださいっ佐藤部会長もっと頑張ってください。<laughs> <laughs> このね、外交部会と国務部会の数が非常に多いっていうのはやや話題になってて、僕はあくまで積極評価です。はい。で、まあ4日後にまた開かれてですね。 全人代がま,また続きの話題で、またここにね、その出入国管理の問題ね、外国人を入れる、入れないの話があって、はい、それか日米合意ってクワッドの話もあるんだけど、ここにですね、こういう紙がね、ペロッと、何の説明もなくついてたわけ、はい。中国における出国前検査証明書について。はい、で、これがぱっと見たら、何のことがね、うん、これ一番だけ別にあるわけですよ。はい で空港検疫で検査総数は、例えばこの期間を取ってみたらですね、まあ、1か月強ですよね、1か月とみ、はい、たら、1万3000件ぐらいありました、そのうち、陽性検体数は2件、うん 2> ねで、実質これしか書いてないわけ、はい、そうでしょ、あとは僕の手書きのメモだから、これ、何のことかって一生思うじゃないですか、うん、かこれはお役所らしい書き方で、はい、これ、何のことを言ってるかというと、 1>, 1万3,000人近い空港検疫があったということは違う国から陰性証明書を持って飛行機に乗って日本に着いた人って意味だよねだから全員がこの1万2,925人が全員陰性証明書を持ってましたってことですよね。はい、そのうち2件が空港で検疫したら陽性だったと。うーん だから偽造とは断定しきれないけれども偽造の疑いもあると、はい、飛行機に乗ってる間に感染したっていう理屈も成り立つけれども特に僕は前の発言の時に中国でもその例があったとは確かに言ったんですけど中国だけで起きてるとは言ってないのに厚労省は自分で中国と名指しをして <laughs> 1か月今日の間に中国からはこれぐらいの入国があってそのうち2件はどうもおかしいので。うん これを調べたところ調べたところここにねそれぞれ別の医療機関等から発行されているとこの書きぶりも何も書いてないようだけども要するにその青山さんが指摘した業者がいて業者と結託した中国の病院があるんじゃないかという疑いを持っているというのをこの場では言わないから後でまた厚労省に接触したところどうもそういうことなんですとで僕はね 1>, 一応1万3,000件のうちの2件かというのを僕にあの批判されたた本人に聞きました、はい、僕にあの指摘された人本人にそれが一番ずるくないからちょうど捕まえられたんでね。はい、普段そう付き合いあるわけじゃないけどそうしたらですねあのこういう返事だったわけ「いやあの時は失礼しましたと」と「とっさにああでした」と「だから分からな,かないかね」「一作目やってんだからみんな」 日本ですからねなんか懐にこうなんかもらってごまかしてるわけじゃなくて一生懸命やってんだから日夜分かったずでいきなりやられたんで、まあ、思わずああいう反論しちゃったとしかも結局ね把握しているかかどうかは言わずに置いたんでですよで佐藤外交部会長などは本当に真面目な人だから政府が把握してるかどうか言いなさいって部会長が言ってんのに「はいはいはい」って言って結局言わなかったわけ。はい だから要すすするに把握ででできててないいんですよよ初めて聞いたわけですよでびっくりしてうろたえましたってことを正直にそういうニュアンスでおっしゃって調べてみたらあの2件ありましたとそれで僕はまあ1万3,000うちの2件だからパーセントとしては少ないねっていうことを言ったらですねいやそういう問題じゃないですと、うん、先生がおっしゃった通りあのこり偽造証明があ,あること自体がやっぱ大変な問題なんで。 きっちりその外務省と連携してこれ外務省と連携しないと絶対調べられないですよねその,その病院で何が行われてるのかというのを今調べてますということで、うんはい、やっぱりあのまあはっきり言うとう声も出してみるもんだなと、うん、もっと正確に言うと大声もも出してみるもんだなと <laughs> そうですね。 ところがね、これブログに書いたんですよね。はい、一日気分悪いっていう。う、はい。これは、あの、知ってる人はだから、青山千春博士とか、僕の中古の友達とか。ね、それから、まあ、三浦市長もちろんそうですけど。とにかく、し、人に厳しくしてきたりすると、僕はもう落ち込むんだよね。<laughs> はい、もう見るも無残に落ち込む。もう嫌でしょうがないけ。<laughs> だから、まあ。 あの世の中にそういうのはあんま当てになないんだけど本当に向いてないなと思う,う本当に嫌なんだよ、ね、もうずっと嫌で、はい、でもその本人が「いや実はあの時はそうでした」と「あの時はうるたえましたけど調べてみたら確かにおかしいな」っていう例が見つけられたんで「よかったです」と言ってもらってです、ねはい、僕としては、まあ、少しあの救われるかなっていう気持ちなんですよ。 でもう1つ、ですね、あのここにマイキューとしては書いてないんだけど僕はあのしつこく申し上げたのはそれから他の機会でもずっと言ってるんですが総理を含め菅総理を含めて緊急事態宣言が解除されても自動的にビジトラレジトラの復活みたいな話に総理もおっしゃっていたけどそれはおかしいですと直接の関係がありませんと。 で国内で国民の方々に申し訳ないけど自粛いただくのと特に変異株が海外から流入してくることを防ぐというのは全然話が違うことで自動的にそのビジトラリレーターも解除したら許さないということをです、ね、あのまたあ反感買あるのも承知でこう言っていてです、ね、それが実はこういう部会で政府の言いぶりが最近急激に変わったんですよ。自動的には決してありませんと、はい どこまで信用できるかって問題はあるけどそれは総理ご自身のおそらくの考えも変えていただかなきゃいけないから最終決定権者は内閣総理大臣ご本人ですからそして3月21日に緊急事態宣言は解除されておそらく今と同じやり方はもうこれで最後でしょう随分本当は効果が出てることは総理がおっしゃってる通りです総理は別に誇張しておっしゃってない随分感染者数は減ったわけですよ、うん 2000人を超えてたりしてたわけですからね,あのね東京だけで。はい、でそれが、まあ、400人っていう数字見たら今はショックを受けるけど前から見たら、まあ、5分の16分の1ですからでもこのやり方だとここまでだし要するにここののやり方で傷んででんんるわけですみんなはっきり言うと中途半端なやり方で、うん、あのご商売もそれから暮らしぶりもみんなの心もぶん痛んでるんで。うんうんはい やるとしたら別な方,法方式ですよね。でそのとそれなのに余計にそれだから余計なるんじゃなくてそれだから余計に自動的に海外からの,そのビジネス目的っていってもビジネスを口実にした入国あるいはレジデンスこっちにご縁があるってことを言い訳にした入国っていうのを自動的に認めるってことはやってはならないので。 1あの、まあ、一難去って1難一難去ってないのにまた2難3難ですけどまああ他にあの今言いましたようにたくさんの課題があるんですけど、はい、あのとりあえず、はいえー、それだけにしとこうと思ったら、はい、もう一個絶対外せないあの話があってですねだからそれはあの別な話になるんで、はい、この部会の別なあの議題これはあの 前編後編っていう意味じゃなくて、全然違う話なんで、あの新しい回でやります。はい、わかりました。はい。え、今日は。では。お楽しみの感想タイムは。はい。はい。えっと、ではですね。君の大逆転にいたしましょう。いや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 、僕の大事な本です。あ、ハイネコがいいですか。いや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 、あの三浦社の方針通りで。いいですか。ハイネコの長い感想や、やってみます。え、三浦社に任せる。 もう持ってるよこれを。あじゃあそちらにしましょう。はい、はいはい、はい。それではえ君き君の <laughs> 両方はダメなの。え両方は,両方はじゃあ短いやつをさせてしましょうか。はい、はい、それではえー、君の大逆転にいただいた感想をご紹介します。嬉、うん、しい。はいえー、私もいくつかの大逆転をいただき勝手てながらその思いをお伝えしたく思、うん、いキーボードをたたえています。はい。私には小学校の卒業式に悲しい思い出があります。はい。 平成3年に都内の小学校を卒業したのですが調べてみたところ平成元年の学習指導要領の改定で入学式卒業式での国旗掲揚国歌斉唱の義務化があり今にして思えばそれに関連して何かしらの通達なりがあったのだろうと思います。卒業式式のののののそ日、直前ホーームムルで、自らも袴を着用しししたた担任先生がが悲いい、こととありま 国旗掲揚、国歌斉唱のことを私たちに伝えました。<え>当時の私にとって日の丸と黄身がよは。オリンピックで日本人選手がメダルを取ったときに堂々と晴れがましく。 掲げられ流されるものをテレビののこちらら側でで喜びながら見聞きするものでしたまたその担任の先生は厳しくもいい先生と子ども心にも感じていたのでその先生が自分たちの卒業式に日の丸が掲げられ「君が代」が流れることを悲しいと言ったことに少し悲しい気持ちになったことを覚えています。 それから20年以上がたち日の丸慶応君がよし聖書を悲しいと言った先生の発言は侵略戦争軍国主義といった戦後教育の結果なのだろうと思うようになっていましたししかかこれまでで侵略戦争ではなかった。 軍国主義ではなかったという内容の本や言論を見聞きしても、それは単に全く正反対の向きの擦り込みか、もしくは願望のようにも思え、私には信じ切ることができませんでした。ですが、君の大逆転は教えてくれました。当事者の一方であるアメリカが、数十年も前から、当時の日本は対等であり、フェアであったと言っている。そうそれは軍国主義であったかなかったかというような善悪の評価ではなく、恥じることはなくていいんだということを私に教えてくれました。 青山先生のご活躍は、うん、虎ノ門ニュースや青山茂春チャンネル「僕らの国会で」で拝見させていただいていました。 君の大逆転を読んでいる最中も何度となく思いましたが青山先生が日本の尊厳と国益とおっしゃるときの日本とは単に国家組織としての日本ではなく右や左といったイデオロギーも関係なく日本に住むすべての人々やその人々が営む生活文化風土そしてそれをはるか昔から守り育って,てきた先人やそれを伝えるべきはるか先の子どもたちも含めて日本といいその尊厳と国益を守るとおっしゃっているんだと思います。えー 少し前の「僕らの国会」のお楽しみコーナーで青山先生が君のの大学展は皆さんへのエールですすととおっしゃられたと思います、はいはい、仕事に少し疲れていた私はそれを聞いて恥ずかしながら自分先生からエールつまり応援や励ましをもらえるかもと思ってこの本を手に取りました。 しかしこの本に込められたエールはそのようなものではなく青山重春一人ではなく有志の数十人だけでもなく一人一人が日本の尊厳と国益を守っていかなくてはならないんだだからあなたも立ち上がろうという生ししさなどなどい叱咤激励でした。私もそのエールを受け取りましたので今後は少しずつ自分のできるところからできることを始めたいと思います。 えー、私には4年後と、えー、7年後に小学校卒業を迎える子どもがいます、うん、今の教育がどのようになっているのか分かりませんがまずは我が,我が子2人にとって日の丸と君が代が悲しい思い出にならないよう日本の戦争について正しく伝えられるようになりたいと思います、えー、という感想をいただきました感謝と僭越ながらエール交換の思いを込めてというような感想をいただきました。 泣い,ている <laughs> いやー書いてよかったよもうほとんど生まれてきてよかったな今のここにここスペース空いてるんで、はい、暗号化して全部入れたいね <laughs> なぜ暗号化,かるなな暗号化すさというと分ここにあのほらスマホとかかざすと現れる QR コードをつけましょうか。本当だよ <laughs> でも文章としても素晴らしいねはい本当ですねそう思わね、はい、まさか三浦ひが書いたんじゃないでしょうね <laughs> 4年後と7年後に小学校を迎える子供はいません四 <laughs> 4年後と7年後に小学校,を迎える小学校卒業を迎えるああ、だからまだちっちゃいですよね、はい、今ならまだ間に合いますあのお父さんかお母さんか分かんないけどお二人であのまあこれ,これ写真多いんでちっちゃくても写真見せながら 噛み砕いて話していただければと思うしあのいつも言ってます通りハワイは意外に行きやすいでしょ格安ケけトがあってあの泣いた顔で申し訳ないですけど <laughs> あのぜひ行ってくださいあの今今ならあえて言いますけど今ならまだこの展示ありますからでも本当にもう5年後はもうすでにわかんないです、はい、莫大なお金使ってますからチャイナはこの展示を入れ替えるためにですね,いですねはいはいじゃああの 私は変な子はまた今度ですか。はい。また今度にしましょうかね。さすが三浦ラ社の素早い判断。はい。はい。はい。ではこちらもぜひ合わせてお願いいたします。今回もありがとうございました。はい。あ、チャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんご視聴ありがとうございました。三浦ラ社がこう言ってますので、してあげてね。一言会。はい。ありがとうございました。